はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。トルネコの大冒険始めていきたいと思います。前回ちょっと不思議のダンジョンをやっていきました。今回はまあちょっと不思議のダンジョンはチュートリアル的なダンジョンですね。今回は不思議のダンジョンをやっていきたいと思います。Twitch で配信を行っています。ぜひライブ視聴アカウントのフォロー、チャットコメントお願いいたします。ライブウォッチ、ツイッチ、ライブウォッチ、アカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。アーカイブですね、翌々日、YouTube に流します。YouTube のチャンネル、Twitter のリンク、チャット欄に流してますので、それぞれご覧ください。YouTube のアカウントのチャンネル登録、高評価、ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。YouTube プリーズチャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter アカウントフォロープリーズ。じゃあ早速やっていきますか。あれ？上になんかある。アイテムだ。あ、なんだ俺、結構まずは屋根取って、鉄の矢か、もったいないな。シャナクって呪われなくするやつだ。大事です。OK。レベルはまだ上がらない。金縛りを巻き物。で、これが。危ない危ない。一応目障りにならないんで、マップは開けときましょう。いる？いるね。こっちかな？あ、これがだから高箱だから、こ
っちに行かないといけないんだ。ちょっと弱気なドラキ。巻物か。またシャナーク。空腹を回復するには至らないんだよな、シャナークの。あっと、装備しているものを呪いが解けるぞって言ってますが、さあ2階です。あ、魔法使いか。まあ今勝負するのは危険ですね。ちょっとレベルが上がってもうんじゃ。あ、しまった、間違えた。危な、結構危ないことをやってますね。あ、スライムだ。65% か、満腹度は。気をつけろ。あ、ちょっとやっぱり空振りっし。あれ、どうやったっけ、この足踏みってどうやってやるんだっけ。危ない。うわ、操作方法がまだ慣れてない。足踏みは、B と A を同時に押したら、足踏みできるんだな。こういうことか。お、こん棒だ。A が、装備。剣の強さは1ですね。ほんと最低ランク。あ、今度は盾がある。鱗を盾は錆びないですからね。鱗を盾を強化していく策もある。早いんだよな、気をつけないとな。あ、しまった、危な。
渋いな。レベルアップです。A と B で足踏みね。で、X キーで、あれが出るんだ。縦四つ差4あるんや。さあ、敵はいない。あっ！ひでえ！やばいかも。え？ちょっと待った。こいつに投げたろう。ゴーストやさまいたや。危なかった。青銅の盾基本的に使わんな。錆びる盾の中では最弱だからな。インパス、インパスってないんだ。じゃあ鱗でいい。あ、むしろ戻っちゃうんだ。ああ、そうなんだ。ってことはもうここ行く場所がないよな。方が良かったっけ？え？なんだろう。ここでインパスで、いらないよ。盾ってあん腹減り度が半減しますからね。半減だっけ。あ、くそ、モモンじゃ。とね、これレベルアップ。盾を強さは2つ弱くなるけど、通常時はこれでいい。キーパーが一つだけか。
強くなりましたね。ああ、階段ですね。アイテムだ。いいですね、薬草です。これ薬草フルの時に使うと最大ヒットポイントが上がります。行き止まりか。敵はいない。あ、またもインパス。気があるんやな。あ、くそ、こいつは動く。強くなってきましたね。ん？あ、魔法使いか。魔導士か。あ、やばい、モンモンじゃ。そうだ、やばい時に攻撃すれば大ダメージ与えられます。というかこいつ使ったれ。確か違うな。あ、効かないんだ。1パターンじゃないと効かないんだ。倒せるチャンスやったのに。金か。ゴーストも結構簡単に倒せるようになった。どうしか。アイテムはないからな。レベルアップです。結構強そう。盾が多いな。ああ、腹ペコになりにくいですからね今。剣だ。またコンボ。ちょっと待った。コンボ今1ですね。変わらず。あ、バイケルトだ。いやー悩むな。
しそう。周りも全部行ったよな。降りましょう。地下4階ですね。またコンボ、どんだけコンボなんだ。これって何だったっけ。まあちょっと余ってるんで、動かない。木の矢を回収していく。あ、やばい、スモールグール増殖するやつ。そうか、嘘でしょ。やっちゃい、やられちゃいました。なんだそれ、自分で目つぶしを食っちゃってどうすんだ。キャラコンがまだ慣れてない。敵に投げてみないと分かんないよな、どの杖は。じゃあ早速試してみましょう。変化の杖でした。
いやばいやばい。なんだこれ、ごめんなさい。だからな、音切りそうやん。ヒットポイント2上げさせられます。うん、であと満腹度も 5% 回復できます。ほい、来た。変えそうになった。あ、そうか、アイテムを落とすこともあるんだ。敵じゃない可能性もあるからな、この高階の石像。地下4階ぐらいにならないと敵にならないんじゃなかったっけ、石像は。いる？いる。慎重に行きましょう。過去撃破。一気の川だ。レベルアップです。装備しときましょうね。ん？これでもういけると。ここは全部行ったのか。まあ地下1階だからな。記憶アップです。あ、くそ、ちゃんと 見ないと。卑怯な。レベルアップ、このぐらいまで上げて。パンがある。残念、腐ったパンだ。力が落ちますからね、腐ったパンは。さて、インパス持ってない。
縦の強さは3か。魔導士か、ね、頑張れば倒せるかな、わからん。でも倒せないだろうな。まだ無理をする必要はない。効果が分かりません。竹の杖は怯えることもなかったしな。62%。どうやって投げるんだっけ。説明してみよう。L ボタンで打てると言ってますね。L って L あれ、なんでしょうね、あれドラキーか。あ、行き止まり。やりました。ちょっと腹ペコな可能性もあるからな。そこまででもいかんでもいいか。こんにちは。どういうこと？
まあ、ただ木の矢が増発された26本、おパンがある、力満タンなんで即使いましょう。おやりました、大きいパンダ、これは助かる。目薬草って何だったっけ、目が良くなる、視界が良くなるってことか。敵はいないね。今レベル3だからな。レベルアップです。敵はトラキーか。満腹度が今 27%。レベルアップはないか、なし。大きなパワー2つ持ってるからね、今のとこ心配する必要はない。近づいたとこを狙えばよい。スライム相手11ポイントか、いいんじゃないでしょうか。さあ4階へ来ました。いらない。ダメだ、ダメージ与えられないんだ。大きなパン2つありますからね。それとも立て、今立ての強さがこれだから、あ、変わらないんだ。じゃあ聖堂盾もう矢代わり使っていいですね。あ、やばい、危ない、レベルアップです。目薬草か、目薬草って見えやすいんだよな。ルーラ層があって、
ルーラーさんやばい時に、あ、普通に大きなパンでいいと思います。いる。これであと矢は15本か。だいぶ減ったな。26本あったのだが。動かない。パッドか、まあ、直接打つやるか。初めて5階に着きました。剣って装備してないよな、まだ3か。まあそんなに強くないな。あ、パンが2つある。あ、1つは大きなパンだ。あら、めちゃくちゃ運いいやん。ちょっと一応木の、あ、違うわ。え？そうだ、青銅盾だから錆びちゃうんだ。レベル6位アップです。赤の盾、赤の盾をの装備しときましょう。え、外せないんだよな多分。お腹が減りにくいってなってますね。まあどうせもう青銅盾なんかいらんから、あんまりダメージ与えられない。倒しました。多分あの呪いかかっても腹が減りにくい効果は少ないんで、これをあの強化していくのが大事ですね。ここ絶対通らないとダメなんだ。あ、やばい。力が下がった。ないですね。力を与え回復はできるんですけど。
なんかいいですね。どんどんダメージが上がっていってる。敵はいない。行き止まりですね。これ力の種を使わないと力って回復しないのかな。リーパッド地味に嫌なやつですね。あ、行き止まりだ。食料は全然大丈夫なんですよね。おまけキノコとか気をつけないとな。そうだった。絶対動くんだって。今11本か。竹の杖をインパスがないから分かんないんだよな。望遠鏡を覗き込みます。罠多いな。あ、グルー、グールだ。またグールだ。あ、こいつ、そうだ。握手会。70はでかいな。まだインパスがないからわからないな。あ、お化け石や。こいつはちょっと。こいつだけは許せん。今何も立てて何持ってる？立てて何が？あ、カード立てか。じゃあいらないんやな。シャナクとかあったら嬉しいけどね。いるよね。メダパにそう。メダパにそうか。目つぶしそう。自分で乗っとこう。これなんだったっけ？メッキか。メッキなぁ。そんなに役に立たないんだよな。
今何パーセント？ 52% か。いいですね。お金か。敵いるね。リリパッドだ。もう全部辿ったんで。やれることがないよな。だってインパスの巻物が欲しいとこなんですけどね。それも手に入らない。あの盾なんか錆びないですからね。持っててもしゃあないですしね。これ盾だけだよな。剣は錆びるんだよな。竹の杖。わからん。あ、やばい。金取るやつだ。わからん。上か。千里眼って何だったっけ。あー、そんなにいらない。今更っていう感じがする。杖の意味がわからんしな。マドワシそうでもない。メダパにそうでもない。あとは相手にしたくない。
だ起きないのか。したけど、まあ問題はお化けキノコですよね。このお化けキノコがめんどくさい。どうしよう。メタパにそうだろうな。あーダメだ、やっちゃった。また力落ちた。ダメですね。なんだこれ、ダックの種。聖域の巻物は、そうですね、モンスターハウスに結構有効。あ、鱗を盾だ。この盾をいいんだけどな。かの盾か。メッキいらなくない？メッキいらないよな。だってそうでした。またなんとかそうだ。あ、音切りそうだ。三つ節草を置いて、音切りそうつけて、音切りそうを。
できる？返そうか。腐ったパンいらんよな、もはや。腐ったパン置きましょう。多分足りると思う、腐ったパンなんか使わなくても。ロコモ盾とか欲しいんだけどな、本音は。でもシャナクがまだ手に入らないし、メリットは大きいからな。経験値を少しずつどんどん稼いでいく。まだか。メッキはいらないからな。俺はずっと鎌を盾で戦っていくんだ。あとまあ変えるとしたら三日神だったっけ。三日神ぐらいしかないんじゃなかったっけ。錆びない上位。あ、やばい。あれ、三日神だったら毒で減らないんだっけ。あ、やった。まあ、ダメだった、火炎草で。欲しかないな。即使いたかったけど。幸せの種を。あと3本か。お金。パンだ。腐ったパンはいらない。今パン、大きなパンが3つありますからね。今満腹度考えても全然いけるんじゃないかと。そうか、火炎草有能だからな。置いとこう。盾を強いとこです。なんだろう、あ、キメラか。え、強っ。どうやって
まあ、やばい時になったら、まだ 18% ある。ほんとギリギリのまで。これなんだっけ、あ、草とパンダ。そうか、火炎草だけも4つあるんですよね。で、木の矢はまだ一本残ってる。この盾か。あの盾使ったらよかった。竹の杖をもう一回振ってみよう。わからん、何を効果ないんじゃないの、盾の竹の杖装備するだけでちゃうんだ。あぶね、あ、インパス来た。よし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 、どっちをやっかっていた、指輪ですよね。え、力の指輪、力が変わるぞ。しかも呪われてるやんけ。いらないです。今更いらんしな。あと何パーセント ?9%。え、今何持ってる？銅剣か。一応コンボを装備してみよう。あ、意味がない。コンボさようなら。危ねえ。あ、お化けキノコか。他投げられるものはない。目つぶしそうぐらいだよな。9%。
の辺の2つはいらんしな。ひえ、最低だ。あー、盗まれた。すごいな、かあの勢いが。また腐ったパン。大きいパンが合うか、いらない。あー、地下の種か。風回復した時使いたかったな。鉄の金庫は、どうすりゃいいんだ。ああ、もうルーラソーで逃げるしかない。は？来ちゃいました。いろいろ。エミーラか。はい、登場。めちゃくちゃ運良かったのにな、最初。今回盾はもう嫌でも装備です。この盾2ですね。腹が減りにくいからな。この盾しか信用でしねえ。この盾をパワーアップした方がいいよな。雷鳳の杖。
2つあるんだ。同じだな。ってことはこの蚊の盾はいらない。投げつけた方がいい。どっけしそうだ。どっけし、あ、三鏡の盾いきなり手に入れた。どっけしそうってなんだっけ。なるほど、そういうことか。1個は持っときたいですね。今は戦うのはやめよう。要素もあるかな、ローグライクゲームは。さっきすごい運良かったと思うんだよな。大きなパン3つ揃えたりして、でも優先してインパスかけてやらないとな。腹ペコ指輪だったらもうどうしようもないし。トルすんの嫌だ。行き止まりだったんだ。もう行けるとこはないから降りるしかないな。でここでレミーナの巻物を使う。
あ、間違えた。レベル4。わあ、パンを食ってしまった。罠も見つけることができるレミーナ。タリオの杖か。川の盾に。いきなりもう三日神を盾に装備を切り替えなきゃいけない。何がいいんだ。あんまり銀の矢装備したくないけどな。カノタテよな。カノタテ1個でいいんだよな。武器ってまだ持ってないよな。じゃあ装備、これ4ですね。悪くない。先にこっち装備。どうかな、次の回からだな、使うなら。ですよね。レベルアップです。また指輪。行き止まり。今は何を装備しちゃったっけ？装備してる盾、赤の盾か。
経験値を稼いでいきます。装備が車なく2つあんのか。ローグライクゲームのランダムさの難しさですね。多すぎるだろう。カーの盾が一つ。木の矢かな。木の矢は打っときましょう。いやーもういらないんだよ。シャナクの、シャナクばっかり。なんでこんなシャナクばっかりなんだ？地獄耳と金縛りと、実は3本ですね。やばいですね、パン持ってない状態だから。
なんか敵が多い。あとは、なるほどね。じゃあ、銀の矢を打ちましょう。で、木の、あ、違う。木の矢を大量挿入。やばいなこれ。さらに奥にあるのか。え、何にもないや。今装備してるのが、溶けそういいんだけどな。バトルか。コス生えた、飛ばされた。この金の剣って今、ああ残念、金の剣は鉄の斧には及ばなかった。そして花が減ってきてしまいます。また三鏡だ。まあいいかな。もう拾ってるとこは。鏡の盾、装備してんだよな。毒消しが2つしか、やばいな。パン手に入れないとやばい。命が危ない、危険。
三日神には及ばんからな。これ三日神だよな。で、出口だから。やばいな、11% しかない。は？モンスターハウス？聖域って持ってなかった？持ってないんだ。眠っちゃった。起きろ起きろ。起きろ起きろ起きろ。ダメでした。指輪早く読ま…なんだこの綺麗な指輪って、綺麗なだけの指輪？なるほど、金になる指輪か。まあでも真っ先に切るけどね。装備先できる？いない。いや、行かない。
行き止まりか。装備だけはしとこう。青銅盾をメッキしときましょう。あ、やばい。ドラゴンシールドかよ。ドラゴン系なんだ。あ、メッキがあればな。ドラゴン系のダメージ軽減するからな。まだドラゴンは合ってないけど、だいぶ後には有利になってくるだろうしな。もう全部回ったんか。じゃあもう3回行きましょう。なんだろう。ああ、変装とか思ってないからな。あんまりここ持ってても意味がない。気の悪い。よかったよかった。鉄の矢か。インパス見つけた。インパスある。あ、やった。力の指輪だ。これは装備しなきゃダメでしょう。難しいな。こういう時はやっぱり鉄の矢を先に装備して撃つべし。撃つべし。レベルアップ。
防御力はしっかりしてるな。やっぱ強いな。こっちも杖がある。ちょっと待った。松の杖を振りましょう。バシルーラを杖か。これいや、回収15本になった。何こいつ。あれ以降パオも手に入れることができてない。あれ、剣って持ってなかったっけ。持ってないのか。なんだろう。あ、出た。モンスターハウスへ効果的なイオの巻物。
レベルアップ。さあ、何の千里眼かな。目の代わりとして使うとかあるんだけど、そんなに効果ないよな。 71% か、ちょっと落ちたな。早く食べ物を手に、パンを手に入れないと。間違い、いいもんじゃ。え、なんだろうあれ。マップゾーンか。モモンジャがいる。モモンジャだけじゃなく、お化けキノコは先に倒しとこう、気がつかれる前に。モモンジャもうやっちゃおう。あ、シャナクだ。あー、シャナク分からんな。まあもう、しかも食べ物がない状態でこれだもんな。いらんよな。いらんいらん。青銅盾を投げて、鋼鉄を盾を投げて、どっか投げられるものってある？金になるよな。
ってみよう。あ、分裂した。続いては、あ、なるほど。だ、鉄の矢だ。20本なった。木の矢はまだ5本。水道盾は当たらなかったからな。あ、間違えた。さらば青銅の盾。なんだろうあれ、動く石像か。付き合ってる余裕はないな。一番いける。腐ったパンでもいいから、パンが欲しい。あ、何にもないのか。パイキルトって何だったっけ。パッドだ。は？なんで？あ、なくなるんだこれは。わあ、やば。結局エジニか。
ウィジに。バイター終わりだもんな。パンパンパンないな。もういいよ、盗まれても命の方が大事だ。ダメでした。違えた。こぎりそうだ。やばい。はい。今。
か。危な。パンダ、腐ったパンでもありがたい。普通のパンダ。セニマンって何だったっけ？アイテムか。次の回やったらありがたいかもな。パンダ優先順だよな。力の種。でもなければいかんでもいいしな。あ、やばい。パンを食べよう。腐ったパン多いな。
音切り草がある。耐えきると武器を装備してないと効かないからな。まだあの拳だから武器は。やけどな、全然。これはもう行くとこないんか。来るか。木の矢が12本か。なんだこの杖は。まあ一回投げてみてもいいかもな。土の杖じゃないかな、これ。
あ、お化けキノコか。盾はまだ取ってないんだ。罠が多いな。落とし穴とか。あかん。危な。ここに勝負しちゃダメじゃん。腐ったパンが1個あるんだよな。またコンボ。捨てないでいいか。敵はいないね。金の矢。潰っ、塔の剣か。コンボをこう。あ、悪くないな。バイキルトで強化。メッキがないんだよな。呪われててもとりあえずはいいや。4の3か。本当は蚊の盾の方がいい。蚊の盾最強説。止まりになった。
ちょっと強いけど、お、やった、大きいパンダ。何がいいんだ。84。ない、行き止まりだった。すごいな、トルネコ分裂してるように見える。かな、それなら。これでもう怖くないぞ。時間持たねえな。いや、もう腐ったパンを置こう。止まってる。お、インパスやん。でもまあ、イカ槌四つ目ぐらいしかないけどね。コンボがいらんよな、もうコンボいらん。コンボ置いとこう。怖くないぞ。あれ？力は下がるんだ。勘違いしてた。地獄ミニ、
難しいな。きそうだ。これだけ？まさか。いきなりパッド。精度持ってるからな。なんかある。インパス持ってるよな。オミオスか。整理されてるからな。やばいやばい。
こういう時ルーラーそうだ。は？なんで飛んだ先についていくんだ。悔しいんで。今度は何だろう。鉄大きいかも。幸せの箱。次ほら矢打ってやん気のせいだ。ここまでにしときましょう。3時間、もうすぐ3時間になりますし。はい、ということで。見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信を行いましたが、2日後、火曜日ですね。20日の21時、午後9時からですね、YouTube でアーカイブ、流しますのでそちらを見てください。 YouTube のアドレスはチャット欄のアドレス記載してます。 YouTube YouTube チャンネルウォッチ&チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitch で配信をお届けいたしました。 Twitch アカウントのフォロー、ライブ視聴およびチャットコメント今後ともお願いします。Twitch マイアカウントフォロー&ライブウォッチ&チャットコメントプリーズ。Twitter もやっております。こちらもチャット欄に、アドレス記載しています。ぜひアクセスしていただいて、まだお方フォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズということで、トルエコー大冒険不思議のダンジョン遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。